サムソンとデリラ、サムソンとデリラは1949年のアメリカ合衆国の歴史映画。セシル・ビー・デミル監督、制作、ビクター・マチュア、ヘディ・ラマール主演。四式のサムソンとデリラの物語を原作としている。断続のサムソンは素手でライオンを倒し、一度に千人を倒すほどの力を持っていたが、女にだらしなかった。ペリシテ人の娘。 セマダールに求婚したサムソンに横れんぼしたセマダールの姉デリラは二人の中を邪魔し、結婚式の席上サムソンを侮辱する。サムソンは暴れだし、混乱の中でセマダールと父は死ぬ。デリラは大衆の張妃となって大衆をそそのかし、サムソンを捕らえるが、サムソンは大暴れして逃げる。ペリシテ人はデリラを利用してサムソンの力の秘密を探ろうとし、 サムソンはついに頭に髪ソりを当ててはいけないという秘密を話してしまう。デリラはサムソンに毒酒を飲ませ、怪力のもとである髪の毛を切ってしまう。力を失ったサムソンは、囚われ、目をくり抜かれ、ガザの牢で粉をひかされ、見せ物にされる。サムソンは神に祈って力を取り戻し、鎖で繋がれていた2本の柱を倒して、建物を倒壊させ、ペリシテ人を道連れにして死ぬ。 ありがとうございます。